2017年に三沢敦彦先生の個展で、ご参加いただいたのが一番今回は近い公演になっておりまして、はい、それから3年を経てこの2020年にまた個展をしていただくことになりました。2020年はやはりコロナという、世界規模 の、 大災害のようなものもあるんですけれども、まあ、その年に、東京では久しぶりとなる個展が開催されるということで、まあ、開催にあたっても何か思い出すことがありますでしょうか。そうですね、今世界的にそのコロナが吹き荒れているので、いろいろ自分の体のこともそうですし、それから見ていただくときに人がどういう形でこう鑑賞できるのかなっていうのも多少気にはしたんですけど、ただまあ作る側の作家としては何ていうかな、作ることあるいは作るテーマというようなことは、まあコロナが起きてからもそんなに僕の中では何か違うことをやらなければいけないっていうのはあまり思わなかったんですね。人間がどうやって生きてるかっていうことが割と作品のテーマみたいにいつも考えてきたので、その意味ではそれほど変わったことは考えずに、まあ新作は一つだけですけど、制作はしてきました。であとはもうその展覧会が始められるか、あるいはちゃんと会期を終えられるかっていうのは多少心配はありますけれども、そこはなんか美術館とそれから見に来る方々がそれぞれに自分を守ったり他人を守ったりすることを考えて見ていただければ、それに越したことはないし、そうしてもらえれば僕自身もありがたいなと思いますけどね。僕もちょっと去年病気したりしたのもんですから、すごくコロナは警戒しているんですけれども、だから、まあ、皆さんそれぞれの状況を考えて楽しんで見ていただけたら嬉しいですけどね。あとその展示に関しては三沢展の時にすごくいろいろ楽しく、参加させてもらった3人のうちの1人として、あ4人か、本当に暴れまくって楽しませてもらったので、今回の僕の作品については、まあ、割と人間の作品ばっかりですので、まあ、少しもうちょっと落ち着いて見てもらえるような展示を考えましたので、あんまり変わったことはしないようにして、そして彫刻とデッサンだけでない、まあ子供が小さかった時に作ってやったおもちゃですとか、そういうようなことも、ものも展示させてもらいました。まあたまたまクリスマスが近いので、そういうものを楽しんでくれる方もいるかなと思いますけど、まず本当に船越先生の彫刻作品ということで、クスノキが素材で、そのクスノキという素材にこう出会ったきっかけであり、かつ木彫も始めるきっかけとなった作品というのが、函館にあるトラピスト修道院から依頼された聖母子像だと思います。でこういったそのトラピストの聖母子以外にも、初期には製造を何点か制作されていらっしゃると思いますし、本展では、カトリック寿司協会の聖母子像のための試作の作品というのを、ご紹介いただいております。こういった製造の制作にあたってこう考えられ、当時考えられていた時ですとか、そういったことをそうですね、まあ、僕は子供の時にカトリックの洗礼を受けてますので、子供の頃はずっと毎週日曜日には家族で教会行ったりしてましたので、
そういう意味ではその23歳でトラピスト の依頼を受けたのかな、大学院に入ってすぐぐらいで、まあ完成するのは大学院を出てから数ヶ月後ですけれども、それがなんかその僕にとってはその彫刻家を目指している時期でしたけれども、あのなんていうのかな、その彫刻はその頃から人物を作ることで彫刻を作っていきたいと思っていましたので、その聖母子像マリア様と幼子キリストを作ること自体、それほどなんか他の人よりは違和感なく、それから自分のそのルーツのところからつながった彫刻として捉えることができましたから、それをなんか素直にあの作品としても考えられましたし、それからあの聖像っていうのかな、聖母子像を作る、聖母子像という意味合いからもなんかちゃんとそれがつながってるものとして、あの自分の作品であるで、僕のなんていうのかな、大げさに言えば芸術活動の一環でちゃんとつながりのあるものを作ってるという意識はありましたね。ただそれをそのこんな俺がマリア様を作るのに、どうマリア様と僕とのつながりをどう捉えたらいいかっていうのは随分悩みましたけど、まあ細かく言うと、ある程度言うと、そのあると気がついたのは、マリア様は神の子である子供を授かるっていうことを、まあ天使から告げられて、その時には多分喜びもあっただろうけれども、その非常に大きな不安を抱えたと思うんですよね。で、不安っていうことがこう思いついた時に、あ、不安ならばその時点で僕が持ってる不安と、あの生きていくと不安とか彫刻に対する不安とか宗教上の不安とか、そういうものとのつながりという意味では、何らか そのマリア様との、なんて言ったらいいかな、共通項っていうと、申し訳ないけれども、なんかそういうものが見つかったような気がして、それからなんか仕事がスッスッと進んだような気がします。関心像の人物像というのを、作られるようになる、その第一作目が今回もご出品いただいている妻の肖像になるかと思います。こちらはなんか最初に作られた後に手直しをされている、はい、こちらは首から上を作りますか。そうですね、あのまあトラピストのマリア様を作って、その木彫、クスノキで、特にクスノキですけど、クスノキで人物を作るってことがすごく僕のなんていうのかな、僕と周波数が合うっていうかな、この素材なら何かできそうっていうのを、そういう手応えを感じたもんですから、何か作りたいと思ってて、まあたまたまその頃同世代の、あの芸大とか造形大とかムサビの人たちとグループ展を組んでまして、でそれの何回目かで、あの、よし木彫で人物作ろうって思って、でまあその頃結婚したもんですから、で妻に、モデルになってもらって、最初は粘土でこの、あのおへその下ぐらいから上を作ったんですけどね、それでまあなんとかいける、その手応えのあるものができたので、じゃあこれを木彫に移そうと思って、それで展覧会グループ展にその間に合うようにと思ったんだけど、なかなかうまくいかずに、で顔とかが随分ね、そのあんまりなんて言うんだろう、仕事が進まずに、荒っぽい良さでもなくて、なんかすごく今考えても恥ずかしいような状態で結局出品することになってしまったんですね。で展覧会の間中もなんかすごく嫌で嫌でしょうがなくて、だからもうこれは展覧会終わったら作り直そうと決めて、そして終わった途端にまあ持って帰って、多分すぐに首をノコギリで落として、それで 首っていうの、僕ら首っていうんですけど、頭の部分をあの切り落として、で別な木材を大きさを合わせて、で頭部だけをこう掘り進めて、である程度
かな、進んだところで胴体の方と接着して、それでまああとは顔というか頭部を気が済むまで攻め込んだって感じですね。そしたらまあなんか、微妙な動きなんかが入ってて、それは自分でも本当に思った以上に偶然性もあって、偶然にも助けられて微妙な動きがあって、それで仕事のその密度もかなり納得できるような状態で、それはやっぱり自分で出来上がった時は手応えもあったし、すごく嬉しかったですね。だからその時にその首を一回別にして作ったってことが、その初めからもう胴体の方から首から頭までっていうのを一体で考えて、デッサンで決めた動きがあるかまあないかどっちでもいいんですけども、それでやるよりはこっから首から上だけを別に作って、後で胴体にくっつけるときに多少余裕を持ってこう位置を変えられる状態にしとくのが、僕はなんか一つのすごくいいなんていうかな、ヒントというか、その先の制作に対しての助けになりましたね。だから思いもつか、自分で思いつく動きっていうのはこうこうこうやってこういう場面だこうだからこう動いてるよなって思うけれども、それからはみ出たようなちょっと不思議な動きっていうのは僕にはその想像ではできなくて、実際にできてきた頭をこう乗っけてちょっとずつずらしてみて、ここの動き何これ、不思議な動きだって思えるものに出会えるっていうのは、やっぱり胴体と頭部を別々に作ったからだったと思うんですよね。だからそれはその後ずっとその方法で作るようにして、胴体と頭とは別に作って、後で位置を選びながら決めるっていうのを、それはすごくなんか偶然やったんですけど、その後の影響は大きかったんですね。半身像が多いと思うんですけれども、それは何か半身像を選ばれる理由というか、はい、なんていうかな、彫刻でまあ教わったりすることの中でも、首って言いますけど、頭部の、彫刻っていうのは一つのジャンルとしてあるんですね。で、あとは胸像っていうと大体普通この辺から肩がちょっと入るぐらい、それからあとは全身像っていうことに、まあ割となるんですけれども、その中でなんかそのいくつかのこうなんかヒントはあったんですけれども、なんかおへそからちょっと下ぐらいまで胴体っていうような感じの位置で十分じゃないかって気がして、全身像ってなるとなんかそのある個人が見えてくるよりも、人間とはこういうもんだよねっていう言葉が浮かぶような、そういうイメージだったんですね、僕にとっては。それで頭部だけっていうのは、あの人はこういう人です、こういう人格の人です、でこういう雰囲気を持った人ですっていうのが見えてくる。で、まあ、ある程度もちろん立体としての空間の中でのその立体的な強さっていうのも問題ですけれども、でもなんか僕はなんかそのどちらでもない、絶対にあの人のことを描ききってるけれども、人間がなんか僕のそばにいる、あの人が僕のそばにいて、その立体的になんかこう肩を抱きかかえられるような、そういう位置にその人がいるっていう感覚を作ってみたかったんですね。それで、考えたりイメージ飛ばしたりしてみて、なんかおへその下ぐらいまで来ると、あの人が僕のそばにいるっていう感じが、感じられたんですね。だからそれで長さをおへその下ぐらいまでに決めて作りました。でそれは結果的に何か今まであまり見たことないねって言ってくれる人が多くて、僕
僕の中では割とあの自然に、探せたスタイルというか形だったんです。肖像は、目が入っていない肖像ただ、今回、ご主人いただいているマスクという作品では、こちらは大理石に目の入れる試作が初めてこう入れている、はい、まずこういったその目をこう入れてみようと考えられるきっかけですか。そうですね、最初の妻の肖像っていうのはあの目を普通に、まあ、木彫として作って、目玉もそういう目玉の表現を、まあ、考えはしましたけれども、僕なりの形は作ったんですけど、まあ、いろんな日本の仏像でもあの鎌倉時代のこう水晶が入ってる目玉とか、エジプトの彫刻でも木彫目玉入ってるのありますしね。でやっぱりその目とは何ぞやって考えてみると、やっぱり光ってたいなとか、瞳があって白目があってとかっていうことは作ってみたいなと思い始めまして、それでまあたまたま父が大理石の彫刻を作ってましたので、その大理石を使えば目玉のようなものが作れるんじゃないかということは割となんかすんなり思いついて、でそれを試してみようと思って、それで作ってみたんですね。まあ半球の状態の大理石をこう作って磨いて、でまあ瞳を描いて、でそれを光らせるということで、でそれを目玉をこう後ろから頭切ってはめるんですけど、まあその切り方とかはめ方とかっていうのは鎌倉時代の仏像の、まあ、玉眼って言いますけど、あれの止め方をあの本で読んだりしてだいぶ、ま、真似しましたけどね。やっぱりなんか人間の表情を考えるときにどうしても目には意識がいきますし、である程度まで行ったらなんかあの光る目玉をあのリアルな目玉を作ってみたいなっていうのは途中から思いましたね。まあ試してみてよかったと思いますけど、実在にモデルがこうそうでおられる人いらっしゃると思うんですが、モデルの方をこう、選ばれるというか、そのモデルになるのがいろいろいろこうエピソードがあるのかな、どういう方を選んでいらっしゃるとか、そうですね、あの ただ美しい方はきっと世の中いっぱいいるでしょうけれども、なんか美しい人をいっぱい作るのはそんなに僕はやりたいと思ってたことではなかったので、あのなんかこの人作りたいな、それから木彫に合いそうな雰囲気の人だなとかっていうことで、まあ声をかけてみたりとか、まあ友達の知り合いとか友達の友達とか、僕が出会ったアーティストみたいな人とか、そういうことでまあお願いしたりしてたんですけども、多分なんか共通項があるはずだなと思って考えてみたんですけどね。そしたら、まあ、ある時気がついたのは、その人がなんか僕と喋ってる時とか誰かとかどっか見てる時の表情を考えてみると、なんかねその視線が外を見てはいるんだけれども、自分の中を見つめてるような視線、そういう目つきの人を割と俺は選んでるんじゃないかなっていうことを思ったんですね。だからまあなんかその内省的っていうのかな、どちらかというとそういう視線を持った人を選んできたんじゃないかなって思いましたけどね。実
実際会ってみたら随分違う人だったっていうこともありますけどね。すごくイケイケどんどんの人で、それですごく面白く魅力的な人ではあったんですけど、だから、割と 70% ぐらいはでも内省的なというかな、自分の中を見つめてる視線のようなものを持った方が多かったですね。はい、あのエピソードはあるんですよね。造形大の時にある経験をして、でそれがその後の人物を木彫で作っていく中で、記憶として蘇ってきたっていうのかな。 ある時高尾の駅から大学まで、バスに乗り遅れた学生たちは何人かでつるんでタクシーで行くんですけど、そのタクシーの中で、まあ、これ何回も喋った話だから聞いたことのある人はもう飽きてるでしょうけど、タクシーの僕はたまたま助手席に乗って、大学は本当にその関東の平野の最後みたいなところで、そこから八王子のこうなんか山が始まる、そのどん詰まりに造形大学があったんですけど、その時にその山が見えてきて造形大も見えてきた時に、本当にふっとあの山は俺の中に入るって言葉が浮かんだんですよね。それで別にそれ理由も何も分かんなくて、ただそういう言葉が浮かんできて、と思って、なんか俺は何考えてんだろうって驚いたんですけど、でもそれ日を追ったり後になってから、そのあ山は大きいけれども人間の想像力とかはその山をもう完全にこう人によっては把握できちゃうぐらいのその大きさを持ってる、山の実際の体積をこう認識できちゃう人もいるはずなんですよね。その例えば登山家ですとか、まあなんかそういう実際に大きいものをこう測ったり何かする人は、かなり僕らとは違う立体的なものを自分の頭の中でこう解釈あるいは認識できるんだろうと思う、把握できるんじゃないかってことを思って、とすれば僕らはやっぱりあの山を包み込むような空間をこの頭の中に持ってるんじゃないかって。天文学者は地球からどっかの天体までの距離を僕らなんかが比べ物にならないぐらいにその距離を綿密にこうなんていうのを把握してる人がいるんじゃないかなと思って、そうするとなんかその人間って大きいんだって、あるいは人間の考えること、あるいは人間の想像力っていうのは本当に大きい広いものだっていうような気がして、だとすればそれを表そうとしたら人間の姿をでかく作るしかない。でかくっつっても、そう俺あんまり大作作るの好きじゃないし、あじゃあ山を包める自分人間なら山の形にしちゃえばいいって思って、それでまあ山をイメージできるような胴体にして、でそこから首が生えてる、頭が乗っかってるっていう、それはまあ冒険ではあったけれでしょうけれども、なんか自然に生まれてきた考えだったもんですから、全然やっちゃいけないことではないだろうって思えたんですね。ほとんど躊躇しなかった、平気で言ってみれば冒険できたっていうのは、なんかまあある程度チャランポランな私ならではって感じはしました。
その第一作目 の, そのスフィンクスの話からこういろいろなそのスフィンクスっていうのを作られていて、今回 の, あの出品していただいた中には戦争を見るスフィンクス2という作品があるんですけれども、こちらはこうそのいろいろ作られているスフィンクス作品の中でも珍しくちょっとこう激しい表情の表現というのがなされていて、これは何かあの意味というか何かあるんでしょうか。そうですね、あの頃はあれは何だったっけな、湾岸戦争だったかな、なんかイラク戦争だっけ、あそうかイラク戦争か、うん、あれはパパブッシュだっけ、うん、息子ブッシュだ、息子だったかな、その時かな、なんか日本もそのなんか後方援助っていうかこうなんか助けるようなことを哨戒艇だったなんかで参加というか加担してるような状況があったので、何らかのその反対な意思を彫刻家として作っておきたいなと思ったんですね。それでまあ1個目 の, あの戦争を見るスフィンクス、こう丘の高いところかなんかで人間のやらかす戦争っていうものをただじっと見てる、全てを知ってるよ見てるよっていう感じで見てるスフィンクスっていうのを思い描いて作ったんですけど、その時はなんか割とおとなしめの静かな顔の表情のスフィンクスを作っちゃって、タイトルだけは戦争を見るスフィンクスっていうのでなんか不満が残ったんですね、納得できなかった。それでまあもっとはっきりした表情のもの、怒りと嘆きとを完全に顔に表しているスフィンクスを作りたいっていうふうに思って、まあ割と早くにすぐもう一個作ろうと思って、それで能面とかいろいろ写真見たりしながら、怒っていて泣いているっていうような表情のあるスフィンクスを作ったのがあそこにある戦争を見るスフィンクス2っていうタイトルにしましたけど、1回目でなんか戦争を見るスフィンクスってバチッとタイトル決まっちゃってるから、他の言葉変えたタイトルにしようと思って探したんですけど、なかなかいいの見つからなくて、もうしょうがないから2ってつけてあのタイトルにしましたけどね。今回の、2020年の最新作の、作品もスフィンクス作品で、そうですね、はい、こちらは、オカピを、まあ、初めはもっとオカピっぽく縞模様とかも描いてみたんですけど、うん、なかなかうまくいかなくて、それでまあ結局は最後はなんていうのかな、悪あがきをしてオカピの方には近あんまり近づけられなかったけどそれなりに今までやったことのない遊びというか冒険みたいなものを着色段階で少しいろいろ試して、で最後の最後の日に胸を大体全体肌色にしてたんですけども、なんかそういうなんていうかな、無難に色がつきすぎてて、どうにも腹が立ってというか納得できなくて、それで、オイルでバーッともうこの辺から消し始めたんですね。それで片っぽの胸をおっぱいをこう色を取ったところで、あここで止めた方がいいって思いついて、でどういう意味合いだ、意味は分かんねえけどここで止めたいと思って、それで右側の胸だけ肌色を落として左はそのまま残して、よしこれで終わったと思って止めましたけどね。オカピというのはなんかオカピがお好き、あそうですね、もう随分前にテレビで初めてオカピっていう動物を見た時に、あれはムツゴロウさんが出てたと思うんですけど、それはその話してて、それから実際にあれどこだったんだろう、ジャングルだったのか、どっかの動物園の中だったのか、ちょっと記憶ははっきりしないんですけど、
本当にその大きさと美しさに度肝を抜かれたっていうかな、もう目が瞬きできないぐらいにびっくりして、なんだこの動物はと思って、そしてムツゴロウさんかなんか喋ってるのを聞いてたら、草食動物なんですけど、普段は単独で動いてるらしい、生きてるらしいんですね。それで交尾の時期だけオスとメスがどっかでこう出会うようにして、その後も子供が育った後かな、またお互い一匹同士になるとかだったかな。なんかそのすごく なんて言うんだろうな、静筆な生き方というか、他の動物も食わないし、まあ、植物だけ食べてて、なのにすごく大きくて、キリンと同じ科なんですよ。それで、まあ、オスは角もあるんですけど、でも背丈はメスの方が大きいのかな。でそのオカピを意識した時、それからあのスフィンクスなんか作る時だったかな、ズーラシアっていうところまでわざわざ見に行ったんですけど、そしたらその広いところに特別扱いされてて、この展示この2階のフロア全部ぐらいあるところに1頭がいて、であっちのアーチの中みたいなところにこう休める場所のところにいて、で僕が見に入った時にはその中にいて、そしたらなんかゆっくりこう、そうか来たのかって感じでゆっくり歩いて出てきてくれて、本当にもう美しかったですね。なんかその気高さと美しさと、なんかあのエジプト彫刻のネフェルティティが動物の姿で歩いてきたみたいな、なんか そういう美しさでファーッと来て、そばまで来てしばらく止まってくれて、まあ見たいだけ見なさいって言ってるような感じで、でも背中が僕の顔ぐらいまであるんですよね。だからそこから首があるから、本当にあの意外なほど大きくて、美しい毛並みと縞模様と、目は本当にまつげこのぐらい長いんですよ。パーンつって、綺麗な顔と目をしてて、まあ、全身も本当に美しい動物で、こんな美しい動物いるんだと思って、なんかいつかオカピ人間みたいなものを彫刻にしたいとずっと思って、それ以来思ってるんですけど、なかなかできないですね。オカピの顔を今回もあのデッサンは持ってきてるんですけど、どう変形させて人間とオカピを混ぜるかっていうのはなかなかうまくまとまらなくて、でも、まあ、まだ作りたいとは思ってますけどね。オカピを今あの初めてその本当にこう出会い、衝撃の出会いをされたの、やっぱりこうテレビを通して初めてご覧になったということで、ね、今回あの展示ではこう少し、先生のアトリエをこう再現したような、コーナーというのも作ってるんですけれども、やはりその中そこにまずこうテレビを置かせていただいていてこうテレビあまり見ませんけどねでも過去のこう、ご取材なんかではこうテレビっ子ですなんておっしゃってあのいらっしゃいましたけれども、こう本当に昔からすごくテレビをご覧になって、そこはね、なんかね、言ってみればかわいそうな幼少期があったんですよその僕が小学校の頃に初めてもう一般の人がテレビを自宅に買い始めたんですよね。だけどうちはそんなにまだ裕福じゃなかったから、かなりクラスの子たちの中でも遅れてテレビが来た家だったと思いますね。小学校の何年だったかな、ちょっとでもせいぜい3年とか4年とかではなかったかな。初めて届いてなんか電源入れてしばらく時間経ってからブワンと映ったのがモーガン警部っていうアメリカの刑事、いや西部の方のなんか警察官、今の現代ものですけど、だったとだろうと思うんですけどね。それもなんか覚えてますよ。アメリカ車のでかい車でこうなんか
警察の車じゃないような車で、モーガン警部が、なんかまあ優しい警部ですけど、なんか割と砂漠っぽいような乾いた土地のところで車でいろいろ活躍するのだったと思いますけどね。だからなんかね、他の家にはテレビあるのになっていう感じと、それからやっと僕ん家にもテレビが来たっていう喜びがあって、なんかすごく好きでしたね、テレビを見るのは。なんか何度か年食って大学ぐらいに なってからでも何回か親父にいい加減にしろテレビをとかって言われたことがありましたね。だから自分でも結婚してからだったかな、なんかあんまり制作にのめり込めずにいて、でもテレビだけはずっと見てて、なんかで酔っ払ってその自分に腹立ってテレビに黒い塗料スプレーのバーッと塗ったことあって、まあ数日間でシンナーで撮りましたけどね。だからまあここまで話しちゃったらまあ隠してもしょうがない、まあ、割とテレビは見る方ですし、場合によってはつけっぱなしにしてる。君笑ってるんじゃないよやっぱりこういう娯楽でもあり、やはりあとはこう何でしょ う, こう世界だったりこう社会で今何が起こっているのか、どういう人がいてどういうことがあってということを我々がこう知る媒体の一つであって、そういう意味ではこう社会とつながる、世界とつながることのできる、そうですね、だと思いますが、やっぱりそういったことはこうちょ制作においてもこうすごくこうつながってくるというか、こうきっかけの一つになったりとか、先ほどの戦争を見るスフィンクスの中のイラク戦争のようなですけれども、まあ、そういった意味でもとても重要、うん、割と世界の動きとかいろんなことを知るのは、まあ、新聞もまあまあですけども、でも割とニュースとかドキュメンタリーとか、それから日本は割と夜中に民放でこんなにいいドキュメンタリー、何も夜中の2時にやんなくてもいいのにと思うようなのが割とあるんですよね。だからそういうのは案外ね、見逃さずに見てますね。それからテレビ予定表みたいの見て、あ、これはやっぱり見とかないと、あるいは見る人がいたんだぞっていうことを、その視聴率の上でかな、なんかその協力したいなって思うような意識もちょっとあって、そう、なんていうんだろうな、大事だなと思えるドキュメンタリーは予約しといたりすることはありますね。あとはなんか好きなもの、まあいっぱいありますけど、なんかロンドンに1年間いたもんですから、イギリスの刑事ものとか、アメリカみたいにピストル撃ちまくらないし、その静かな刑事ものみたいなのも割と好きですし、まあ美術番組も見ますしね。でも割と意識して見るようにしてるのは、いろんなタイプのドキュメンタリーは案外好きかな。昔はなんか、まあ、西洋の、音楽の音楽ビデオをやる番組がいろいろあったんですけど、最近は割と少なくなっちゃって、もう残念だなと思いますけど、ああいうのも割となんか見ましたね。ものを表現する人たちがどういうものを作ってるか、あるいはどんな意識でこういう変化してきたんだろうとかっていうのをなんかふっと感じることがあって、でそれはジャンルが違う彫刻であっても、なんか言葉をもらえるようなことが割とありましたね。今回は先生のアトリエに伺うと、こう本当にこう
何でしょう、散らかっているわけではないんですけど、物がたくさんこう綺麗に、綺麗というかこう、綺麗じゃないでしょう。あ、でも綺麗だって英語で言われたことあるけど、アメリカ人のなんかインタビューしに来た人に。あの仕事場ではなかった、最初の仕事場か、実家の物置を、だからマリア様なんか掘った場所だったよな、うん、確か見に来て、なんか取材しに来てくれて、ドア開けて見せた途端に、ワオビューティフォーとかって言ってくれて、ほんまかいって思ったけど、やっぱりこう愛着のあるものですとか、こう好きなものをこう近くにこう並べて置かれるのがお好き、ええ、そうね、あの何でも片付ける人もいるけど、愛着があるから出してるだけじゃなくてね、なんかね、そのあれを常に目に入るところに置いとくと何かのヒントになるかもしれないっていうような意識があるんですよね。で、そういうものはロッカーの中とかにしまい込みたくないんですよね。どっかの壁の方にぶら下げといたりとか、なんか割と目につけるつくところに置いておきたいっていうと、きりなくこう広がってきますよね。なんかそれはしょうがないなと思って、あの仕事場の綺麗さで競ってるわけじゃないから、同じような感覚何かあったな、なんだっけ、何のためにやってるんじゃないからっていう言い訳みたいなの、あ、作品が期日に間に合ったっていうのはその作品の評価には関係ないからなってよく思う。だから画廊なんかには時々叱られますけど、展覧会のいついつまでに作品完成して、いついつ撮影して、いついつ画廊に持ってくるとか、すいません、ちょっと一日伸ばしてくださいとか、そういう、なんて言うんだろうな、だらしない人間ではあるけど、そのことは作品のこれからキャプションには載らないし、まあ勘弁してもらおうかなと思って、そういうなんかだらしないとこばっかりありますけどね。今回もご出品いただいてますけれども、やっぱりこの何かこう気になった言葉とかをこうメモされてるのが、はい、またその結構お菓子のあの委託を着たものだったりとか、そういったものにまたメモしてされているというのも、うん、あの驚きだったんですけれど、それをこう結構こう壁にこう貼られていたりだとか、そういった言葉をやっぱりこう気になった言葉をこう目につくところにこう置かれるというのもやっぱりそう何か、まあそうですね、別にあれをなんかしょっちゅう見てるわけではないんですけれども、なんかこう記憶しておきたい言葉とか、自分で思いついた、やっと思いついたいい言葉とかっていうのをまずは書いとくと、まあ忘れにくいですよね。あの思いついても書きもしなければ割といつの間にか消えてっちゃったりするけど、書いて残さなかったとしても、書いたことだけで、その文字にしたっていうことだけでも多少記憶に残りやすい。で、その実際の紙が残ってればもっと記憶に残りやすい、残っていくだろうと。なんかそれはあの、それでまあ時々思い出した方がいいなっていうメモはあの壁に貼っとくようにしてるんですけど、まあでもそれがあるからといって何かそんなにこのメモによってこの作品はできたとかって言えることは少ないですけどね。でも少しはあるし、だからまああれはあれで僕流でいいんじゃないかなと思いますけど。で、紙はまああの少し厚みのある紙の方がなんかそのなんて言うんだろう、存在感が強くて、それから多少濡れようと何しようと、まあへこたれずに残ってくれるでしょうし、だからああいうのでメモではないけども、あの予定、12月の何日まで陳列とかっていう予定はこう紙に書いてるんですけど、それで それはいつもポケットに入れて、予定表としては僕持ってるのこれなんですよね。ここでいろいろ書いてあって、
で、まあ、ボールペンで描くんですけど、で裏はクッキーの紙で、これはねこっち側はあのなんかその塗料が塗ってあるので、僕割と汗ちょっと動いたりすると汗かくけど、この紙であるとなかなか破れにくいんですよ、汗に濡れても。だから裏側にその塗料が塗ってあるので、結構あの完全にこう汗で染みちゃった時なんかも、夏場にラーメン食べた時でも案外あのそのまま乾けばまたパリンとしてくれて、だからメモ用紙っていうかな、なんか紙の厚みと強さの存在感が好きで、普通のメモ用紙に書くとなんかいつか破れちゃうだろうし、なんか水につけといたらすぐ溶けちゃうだろうっていうのは、なんかそういう弱さを感じてこんなの使ってますけどね。そういうなんかこう印象に残る言葉に出会われる瞬間っていうのはいろいろ様々だとは思うんですけれども、例えば どういう時とか、なんかこういうのあるとか。いや、なんか新聞で見た言葉もありますし、もちろん自分で思いついた言葉もあるし、ドラマの中でも映画でも、まあドキュメンタリーなんかにもあるし、いや本当にだからメモしたくなる言葉はいろんなとこからありますよね、飛んできますよね、うん、だからそのあの山は俺の中に入るっていうのは自分で見つけた捕まえた言葉ですけど、なんか多分あれ飛んでたんだと思うんですよね、言葉がね。だけどその時にちゃんと気づいてパッと手出して捕まえたっていうのは、あれはなんか僕を褒めてあげたいって思いましたね。あ、そのふっと何か思いつきそうだったのに手出して捕まえなければ、あ、何だったっけなーってふーっといなくなっちゃうような気がして、それはどっから来るか分かんないので、アンテナだけはいつも貼っとこうって思ってますね。その言葉を捕まえるのはなんか手っていうイメージがあって、それであの言葉を掴む手っていうタイトルなんかも出てきて、手をここにつけたっていうのもそういう意味合いからあの出てきた言葉ですね。その言葉というところで、今回は、ご家族の、お父様の白洲武先生とか、弟の船越直樹先生、あとお母様の船越美智子先生 の作品というのもあの出品させていただいているんですけれども、言葉に関してはあのもちろん彫刻家としてのその芸術的なところ、お父様の影響というのがやっぱりあるとは思うんですけども、言葉の面ではこうお母様の影響というのもかなり大きかったと、うん、特にタイトル、まあ、そうですね、なんかというのはとても影響を受けられたというふうに伺ったんですけれども、はい、今回出品されている作品というのはそういった面でとてもあの、うん、大きなきっかけを。そうですね、うん、お袋はまああの割と文学少女だったらしいんですよね。でその後はあのなんていうの、あのこうあの当時の現代俳句みたいのにあの力を注いでたらしいんですけど、なんかうち中誰も知らなかったんですけど、雑誌に載るようなところまで行ってた人だったらしいんですよ。そのあの俳句の専門雑誌かな、なんかそういうので、そういうのにこうなんか評論されるようなところまで行ってた女性だったらしいんです。でも父は知ってたのかもしれないけど、娘息子たちは一切そんな話されずに、あ、俳句なんかやってたんだっていうぐらいに思ってたら、ある時、まあ、あの時のなんとかの若い酒井美智子は今どこにいるんだろうみたいな、その詩の評論家みたいな人が書いたのがあったらしくて、みんなそれ知って驚いて、まあそんなことはあったんですけど、そのまあそんなことに気づく前か、僕が結婚するときに、まあ母がずっとあの染め物やったり絵描いたりしてたんですけど、その絵を一枚くれたんですね。
あれはガッシュで描いた。それでまあなんか抽象的なものの中に壁にかかった時計が書いてあるんですけど、まあ綺麗な可愛いような絵だなと思ってて裏を見たのかな。そしたらなんだっけ、長生き静かな、静かな町に長生き時計が鳴るだっけ。それ見た時にね、ちょっとねガーンとこうやられた感じで、え、こういうシンプルな絵の中にそんなにこうなんかストーリーが感じられるような詩のようなタイトルつけちゃっていいんだっていう、とかっていうのを少し驚いたんですね。でそれはその批判的な気も起きなかったし、そう、あ、こういうことありなんだっていうのがすごく、まあ、驚きとともに素直に受け入れられて、だったら俺作ってる彫刻だってなんか見えてるまんまのタイトルつけることないよなと、背広の男とか妻の肖像ってちょっとつまんないタイトルだったなと思って、じゃあちょっと違うのやってみようって、あの見えてるだけの状態を、その示すような言葉はいらないなと思って、背広の男とか妻ですとかそういうことはいらないなと思って、それでまあいくつ目だったかな、まあ、例えばさっき の冬の姿なのに夏のシャワーっていうタイトルですとか、冬の本っていう人物の彫刻なのに冬の本っていうタイトルとか、そういうのが生まれてきたのは、まあ多分っていうか言っていいのはやっぱ母のくれた絵のタイトルがきっかけだったと思いますね。でそれからは割と自由に言葉はタイトルとして使うようになりましたね。今度はこうお父様安武先生からやっぱりその幼い頃からきっとその制作されている姿というのも見てらっしゃったと思いますし、やはりその影響というのはこうあったと思うんですけれども、どのような存在でいらっしゃ、先生にとってこうどのような存在でいらして、どのような、まあ、我が家の何て言うんだろう、その娘息子たちにとっては父親はね割と距離ありましたよ。神聖にして犯すべからざる存在だったような気がしますね。だから他の友達なんかの父親に対する言葉遣いなんかで時々と思ってびっくりするようなことありましたね。何言ってんだよお父さんとかっていうの、そんな言い方ありなんだと思って、だから僕らはやっぱりなんか父になんとかお前をっていうか絵とか彫刻でもこうこうこういうもんだよなとかって食事の時かなんかに父がボソッと言うと、なんかでもさとかっていうので一切ないです。あ、はい、そういうもんなんだと思うようになっていくって、そういう感じでしたね。母はまあそれだけじゃなかった人なので結構父としょっちゅう喧嘩してましたけど、だからただその分父はなんかその美術とは彫刻とはっていうのをあんまり無理強いしてくるようなことはなかったですね。ただ自分が感激するもの、それからいい美術っていうのはこういうもんじゃないかなみたいなことを言うぐらいで、ここはこうしろとかっていうのは一切なんか子供が絵描いてる時でも言わなかったですね。でその小さい子供が絵を描いたり美術みたいな遊びをする時に大人が声をかけるのは褒めることでさえ良くないって言ってましたね。それもしその子が没頭してるんであればただただ邪魔しない方がいいっていうのはなんかそんなこと言ってたことがあった気がしますけどね。だから子供になんかこうちっちゃい子供が自発的に描いてるのに絵を教えたり直したりするってのはなんかもってのほかみたいなことを言ってたんじゃなかったかな確か。実際にこう、まあ、
何か制作されているにあたって何かこうお父様からこうどうこう意見を言われたり評価そういうのはめったになかったんですけどね。まあ何回かはありましたよ。何回かはあって、1回はほとんど喧嘩になって、僕はその仕事場に戻って粘土でほぼ出来上がってた全身像を鉄の棒でぶっ壊しましたけどね父は閉まったと後で思ったらしくて、なんかその後結構しょっちゅう酔っ払ってたんじゃなかったかないやでも結果的には僕は一回壊して作り直した、全部ゼロにしてやめちゃったわけじゃなくて、まあ、頼まれ仕事だったんですけど、それをやっぱり、まあ、後でぶっ壊したけども作り直して壊す前よりは良くなった、説得力のあるものにはなったんじゃないかなと思ってますし、父は父で自分の口出したことでこうなってしまったっていうのは結構反省したみたいでしたけどね。でも最初にその木彫で聖母子像、よそから頼まれて作ったその聖母子像が出来上がって、トラピストでそれお披露目があって、でそのまあ写真も撮ったりして、それで実家に帰って、実家じゃないか、あの時は実家にいたのか、まだ大学に出たばっかですから、それでなんか親父に報告して、です、あのすごい、まあ大体みんな喜んでたみたいなんですけど、あんまりほら口にしない、静かにしてるミサの時は、だからその時にそのある人、あ、設置が終わって2階から見ますかって呼んでくれた人がこう言って、階段の途中で本当に素晴らしいマリア様をありがとうございましたって言われた時は僕も涙が出そうになって、でその話を親父にしたら、なんかあのソファーに横になってテレビ見ながら酒飲んでて、なんか急に目が赤くなったような感じでしたよ。だからまあそれは喜んでくれたんじゃないかな。でマリア様は僕が送り出す時もあの写真撮ってくれたんですよね。今回あのカタログに載ってますけど、僕が支えたり運送屋さんが支えて、あの黒いあの輸送トラックの中にこう後ろから入れ込むところを何枚も写真撮ってくれて、それはなんかさすがにいい写真だなと思って、僕も今でも大事にしてますけど、まあだからおおむねそんなに父が僕に対して作風とかに関してなんかこう誘導したりなんかっていうのはそんなになかったと思いますね。ただ自分はこう美術の中で大事なものはこういうことではないだろうかっていうような話は、あの折に触れあの家族がみんなで食事してる時とか、こんなものに感動したぞとかっていう話は割とあったと思いますけどね。それ自然にだから僕たち子供たちは吸収してったっていう感じじゃないかな、うん、それはやっぱり直樹先生もあの、うん、もちろんそういったお父様の言葉を聞いていらしたりする、そうです、ね、姿っていうのは見ていらしたわけですね、ええ、すごく直樹の方が僕より早くにこういろんな目にものに目がいった、目が開けてったじゃないかなと思いますけどね。僕は割とかなりの時間経つまでなんか人間の姿しか興味がない、あるいは現代美術ってこれって本当に美術なのとかって思うのようなと感覚がありましたから、なんか体中に絵の具塗ってキャンバスの上転がり回ってこれ芸術なのとかっていうのはありましたからね。でもそれだん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 ゆっくりゆっくりそういういろんな現代美術の作家で、はあ、この人俺より本気だとかって、俺より命かけてんだとかって思ったりすることで、だん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 目が開けてって、ああそれでしかも現代美術っていうのも面白いなって思えるようになりましたしね。父もまあ
ゆっくりだったけど、やっぱり少しずつ目は開かれてったみたいですよ。昔だったら父は絶対これけなしてたなって思うの、面白いなこれとかっていうようになりましたのでね。例えば誰だったっけな、何だったっけな、あでも音楽なんかは割とえお父さんプレスリー好きだったの知ってたお前とかって言って、プレスリーのレコードがどっかに隠れてたとか、それあと何だっけな、知らない間に何かのロックコンサートみたいにのに行ってたとか、あとファドっていうポルトガルの歌、その何か男と女とか生きることの辛さみたいのを歌う、まあ言ってみれば民謡みたいな、で有名な女性歌手が一人いたんですけど、その人のコンサートなんか何回も通ってたんじゃないかなとか、芸術だと誰だろう、何だろうな、ごめんなさい今すぐには出ないけど、なんかで、ああお父さんこんなの好きなんだって思えるようなことがありましたからね。そんな感じかな。まあでも父と母どっちが美術とか文学に対して頭が柔らかいかって言われたら、多分おふくろの方がずっと柔らかいだろうと思います。で父はまあ重厚にものをこう、あ芸術を攻めていく人ではあったけれども、まあそれなりに硬い部分もあったんじゃないかなと思いますけどね。今回実はこうご家族の、作品が、並ばれているところに一つだけ桂先生の、女性のドローイングも入っていて、はい、あでもあれ不思議だったね、このカタログ見て、あ西さんすごいなと思ったんだけど、その直木のマグダラのマリアと僕の青い髪の女の人、ページ向き合ったページに入れてくれたじゃない、僕あれ気がつく前だよね、あそこに青いの入れたの。あそうそうです、そうだよね、うん、今気づいて、あれ俺あのページ見てもいないのにあそこにあのデッサン持ってきたんだと思って、今こう喋りながらちょっとなんか鳥肌立ったような感じがしたけど、お二人ともこうお互いのこのこういう作品を書かれてるということを知らずに、お互い知らなかったですね、はい、本当に偶然というか、はい、僕のあれはもうほとんど書いてちょっと人には見られたけど、あその後はもう仕事場の仮眠室みたいなところの壁に何枚か貼ってある中の一つで、ずっとほとんどあんまり発表したことないの で直樹のこれも多分僕があれ書いた時よりは後で書いてるし、直樹は僕の仕事場ほとんど来てないし、だからうん、なんかそれをページで向き合わせに西さんが入れてくれたのはすごく驚きました。それを知らずにこれ持ってきて、あそこにちょっと隙があったから、空間があったんであそこに入れようとした、僕もなんかやばいな、なんか直樹来てるかなって感じとはいえ、そのご家族のお父様、お母様、お父様の話も伺いました。今度、おもちゃの作品なんかは、今度は、奥様だったり、お子様だったり、あと甥っ子の皆さん、はい、お二人だったりとか、そういった方々に作ってらっしゃったと思うんですけれども、本当にそのこう、まあ、そういったものをこう作られるようになったきっかけというか、そういったことっていうのは。きっかけ何だったっけな、俺最初に作ったのってどれだったんだろう、え、何かありましたっけ最初って、何かコッパですかね、そういった制作にこうの、まあまあもちろんそうですけどね、ほとんど結構おもちゃはクスノキで作ってるから、うん、ってことはまあ自分の制作で使ったクスノキの
あまりとかを使うことが多かったんですけど、最初に作ったのどういうのかな、ちょっと今定かではないんですけど、そういった何かこう残った破片みたいなものを見、ご覧になった時に、あ、これは何かの形に似てるとか、そういう感じでこうアイデアが降りてくる。いや、やっぱり簡単に作れたのは四角い家だと思うんですよね。それはある程度のコッパがあったらザクザクっとノコギリで切ればすぐ四角っぽいものができて、それに絵の具でなんかさっさっと描けば家っぽくなるなっていうのは、多分その辺が最初だったんじゃないかなと思うんですけど、そしたら意外にやっぱりその木の存在感があって面白いっていうかな、綺麗なものができたので、でそれまあ妻にあげたり、子供にあげたりなんかしてるうちに、だんだん、まあ、こういうのを作ると喜んでもらえるんだとか、それからこっちもね、割と仕事がなくて暇だったりとかしたんじゃないかな、若い頃だったから。それで、でこっちはこっちでそのおもちゃを作り始めちゃうと面白いので、結構のめり込んで 何日もかかってたりとか、あの木馬なんか1ヶ月ぐらいかかったんじゃないかなとか、そんなことがあったので、だから本にも書いたけど、その実は子供のために作ったようなおもちゃであっても、私の楽しみのためにやってたっていうふうになものかもしれないっていうのが、ね、すごくその思いましたね。だから、まあ、おもちゃの言い訳っていうタイトルの本にしたんですけど、やっぱり作ってる時はね、言うとあれだけど、僕が一番嬉しいんですよ、作ってる間の喜びっていうのはね。それ出来上がったものも実際になんかこう転がしたりして遊べるもんじゃなくて、まあ、なんか大事に置いとくような感じのものが多かったのでね、実際には子供たちはあまり遊ばなかった。だけど大事にはしてくれましたね。投げたりとかっていうのはあんまりなくて。だから木馬に乗ったり、それから、チワワみたいな椅子に座ったり、そして、ビンビンっていうおもちゃ。それはよく、こう、なんて、触れててくれましたね。実際見てますと、結構こう縫われたりとか、はい、裁縫的な、ところ工程を踏んでる作おもちゃも多いんですけれど、結構お裁縫の方も多分あれをご自分でなさって、まあ家庭科は5段階で5だったから、そんな嫌いじゃなかったですし、それから子供の時も、あ、そうだな、なんか破けたりとか繕い物、うちは兄弟が6人もいたもんですから、なんかちっちゃいことでお袋に頼むっていうのはなんかあんまりしなかったような気がします。で家庭科で糸と針も使えるんだから、なんかちょっと破けたズボンとかは自分で直してたような記憶がありますけどね。だから今のはどうかわかんないけど、ミシンもちゃんと使いましたよ。ボビンっていうのに糸を入れてたりとか、ボアの帽子なんかは、ね、はい、ミシンで縫われて、あ、そうですね、あれはバイアステープを使っみたいのを使ってミシンで縫いましたね。今回の手なんかはそういったもうおもちゃから、そういったもう、まあ、奴隷をのもう片隅をこうちょっと覗き 見れるようなこんなところから、そしてもちろんドローイングも、あと彫刻作品も、初期から最新作まで、出品いただいておりますけれども、どういったこと点をこう見ていただきたいかとか、ちょっとそういったところは何でしょう。そんなに僕はいい人間ではないし、
いい人間ではなくてもたまにはいい美術を作る時もあって、なんかそういう人間というもの自体も分かるところも分からないところもいいところも悪いところもあって、いろんなものを抱えながら生きている、それが人間だろうと思うし、だからそういうものを形にするとなると抱えてるものが抱えてるようにどっかに現れてきてもいいんじゃないかなって最近は思うんですね。だからだとすると変なところに手があったり、変な姿の人間の彫刻だったりしてもあんまり毛嫌いしないで、あ、これはなんでここに 手があるのかなっていうのを考えてもらったり、うん、なんかそういうふうに柔らかく、人間とはっていうことを考えながら、まあ変わった姿の人間たちは見てもらいたいですね。それと、なんだろう、あのちょっと専門的な考えかもしれないけど、どんな時代が進もうとも人間が芸術をやってる以上、人間の姿はどんなに経っても、あのある種テーマになりうるんだって、具象が終わったなんてことは多分ありえないんだって思うんですよね。で、人間のいる数だけ人間をの捉え方もあるでしょうから、どんなに美術が進もうとそれでも人間を作って新しい面白い作品を作ることは可能なんじゃないかって思ってるんですね。だからそれはそういうふうに思ってる作家もいるわけですから、あの人間の彫刻はもう古いとかって思わずに見てもらえたらありがたいなと思いますね。まあおもちゃはクリスマスも近いですし、楽しんで見ていただければいいんじゃないかなと思います。